マイケル・クルフォードは、イギリスのソールズベリー出身の歌手、俳優、大英帝国勲章受章者。1942年1月29日、ソールズベリーに生まれる。出生時の名前は、マイケル・パトリック・スミス。クロフォードは、母、ドリース・アグネス・メアリー・パイクとドリスの両親、そして、クロフォードが、緊密なローマ・カトリック・ファミリーと呼ぶエディス・キャスリーンに、育てられた。 母、ドリスの母方の祖母は、カウンティロンドンデリーさんまれで,で99歳まで生きていた。母、ドリスの最初の夫アーサー・ダンベル、スマッジ・スミス1940年9月6日は、イギリス空軍パイロットであり、新婚1年に満たないうちにバトル・オブ・ブリテンに参戦し、戦死した。アーサーが戦死した16ヶ月後にクロフォードは、生まれており、血縁はないが、 アーサーの生を与えられている。クロフォードと母ドリス、母方の祖父母と共に戦争中ウィルトシャー州の陸軍、キャンプ、シェピー島で暮らしている。そこでクロフォードは、セイミカエルカソリックスクールに通っている。戦後、母ドリスは、ライオネル・デニス、デン・イングラムと再婚し、ロンドンへと転居した。クロフォードも、マイケル・イングラムと生が変わり、 ロンドンのオークフィールド小学校へ通うことになる。しかし、母、ドリスの再婚は、穏やかではなく、虐待もあったとクロフォード自身は語っている。母、ドリスは44歳で、急性衰炎により亡くなった。母の死後、クロフォードは、ミュージックホールの人気コメディアン、女優のマリー・ケンドール率いる演劇集団に参加する。クロフォードが最初に舞台に立ったのは、 ロンドンのブリックストンシティホールで公演されたオペラを作ろうのサミー役としてである。大きな評価を得ることはなかったが、ボーイソプラの担当としてデビッド・ヘミングスト交互にベンジャミン・ブリテンの歌劇にいくつか出演している。中でもノアの洪水のジャフェット役はクローフォード自身が真剣に俳優になることの転機となったと回想している。演劇グループの子供たちの中に クロフォード製のものがおり、イングラム製から名前を変更することになった。クロフォードは、次第にレパートリーを増やしていき、アンドレ・ビラボー作、ヘッド・オブ・ザ・ファミリー、ニール・サイモン作、カム、ブロー・ユア・ホーン、バーナード・コップス作、チェンジ・フォー・ザ・エンジェル、フランシス・ワン作、アウト・オブ・ザ・フライング・パンに出演。ウィリアム・シェイクスピア、ジュリア・シーザー、ジュニア、オスカー・ワイルド、マジメ 肝心、ザ・ストリプリングス、ザ・ムーブ・アフター・チェックメイトといった舞台に出演した。こういった舞台出演と同時に、クロフォードは BBC ラジオ放送や BBC テレビ放送のソープオペラにも数多く出演。フランシス・ドレイクを描いたテレビドラマシリーズ、キャプテン・ドレイクにもキャビン・ボーイのジョン・ドレイク役として出演するなど、子役として多くの舞台。 番組、映画に出演している。19歳の時には、スティーブ・マック・イーン主演の、戦う翼に出演。2002年から2003年、ミュージカル、ダンス・オブ・バンパーや、クロロック伯爵役で再び、ブロードウェイの舞台に出演した。2004年9月、ロンドンにある、パレス劇場で、アンドルー・ロイド・ウェバーの、ウーマンイン・ホワイトの病的に肥満の、フォスコ伯爵オリジナルキャストとなった。 しかし3ヶ月後、巨大な肉襦袢による脱水症状で体調を崩し交番せねばならなかった。数ヶ月間療養したが、ブロードウェイに移行した際も復帰することはなかった。ウイルス感染後の慢性疲労症候群にかかり、6ヶ月間衰弱状態となった。オーストラリアに住む娘や家族の近くとなるニュージーランドに転居し、徐々に回復に向かっていった。二千六年、 ブロードウェイにあるマジェスティックシアターにてオペラ座の怪人がキャッツを抜いてブロードウェイ史上最長ロングラン公演となったことを祝し、ガラ公演に出席した。クロフォードは大喜びで観客席で感激したのは生まれて初めてだと語った。2010年10月23日、ロンドンにてオペラ座の怪人1万回上演記念に作曲家ウェバーと共に出席した。 クロフォードは24年前の初演時を振り返り、ウェバーと共にスペシャルケーキを贈呈した。2011年2月、ロンドンパラディウムにトゥエイバーとティムライスによるミュージカルオズの魔法使いに魔法使い役オリジナルキャストとしてプレビュー公演に出演し、3月1日に正式に開幕した。2011年8月14日、テレビ番組ディスモーニングサンデーにて、 オズの魔法使いに残り6ヶ月の出演を契約したことを明らかにした。2012年2月5日、ドロシー役オリジナルキャストのダニエル・ホープと共に交番した。2月14日からラッシェル・グラントが後継した。2011年10月2日、ロイヤル・アルバート・ホールにて、オペラ座の怪人25周年記念公演のフィナーレに特別に出演した。 クリスティーヌ役オリジナルキャストのサラ・ブライトマンも出演したが、クロフォードはオズの魔法使い昼公演に出演した直後で、アリュータの披露はなかった。2016年2月、BBC はチャリティベントの一環として1973年に放送していたサムマザーズ・ドゥ・アベニュー・演の一回限りのスペシャル番組を制作し、クロフォードとミシェル・ドトリスが再共演することを、 発表した。2016年5月27日にアポロシアターで開幕した LP ハートレー原作のウエストエンドミュージカル恋に出演した。2018年ベンジャミン・ブリテンのノアの洪水60周年記念公演に神の声役で出演した。BBC ラジオさんのインタビューで若いコロブリテンにとても世話になったと語った。1965年に パリで女優のガブリエル・ルイスと結婚。娘二人、エマ、ルーシーを授かるが、1975年に離婚。以後、クロフォードは再婚していない。ミュージカルに出演するまでは、コメディ俳優として、コメディドラマに出演していた。1986年、オペラ座の怪人にて、初代ファントムとして、オリジナルロンドンキャスト、オリジナルブロードウェイキャストを務める。 ありがとうございます。